平成19年台風第5号は2007年7月に発生し九州に上陸した台風である。後に激人災害に指定された。新ロズ2007年7月29日、マリアナ諸島付近で台風5号が発生しアジア名、ウサギと命名された。命名国は日本でウサギ座を意味する。台風は勢力を強めながら、 日本の南の海上を北西進し、一時は非常に強い勢力にまで発達。その後四国の南海上から文後水道を北上し、8月2日の18時前に強い勢力で宮崎県日向市付近に上陸した。3日0時ごろ、大分県宇佐市付近から諏訪灘へ抜けたが、同日1時過ぎに山口県宇部市付近に再上陸し、 その後暴風域は消滅した。3日4時ごろ、山口県萩市付近から日本海へ抜け、4日13時ごろに青森県津軽半島に、14時過ぎに下北半島に、それぞれ再上陸した。台風は、同日15時ごろに下北半島の北東海上で熱帯低気圧に変わり、21時ごろに北海道根室市の南で温帯低気圧になった。 この台風は、同年の台風4号に続いて、日本に上陸し、各地に、大雨、強風の被害をもたらした。また、台風が、宮崎県を通過することは、珍しくないが、日向市などの宮崎県北部に上陸することは、珍しい。台風の接近、通過に伴って、各地で暴風に見舞われ、愛媛県伊方町瀬戸で3日に、 秒速30メートルの最大風速を観測。最大瞬間風速では、2日に、宮崎県日南市油津で秒速41.2メートル、高知県戸佐清水市清水で秒速40.3メートルを記録した。また、雨は、九州、四国地方で特に多くなり、3日の24時間雨量は、大分県文豪の四温見で431ミリメートル。 熊本県八代市大金方で 403mm、福岡県添田町英彦山で 386mm と、観測史上1位となった。この台風により、負傷者30人、中華全海2頭、中華半海8頭、中華一部破損153頭、床上浸水146頭、床下浸水491棟などの被害が、発生したほか、 最大33,630人に避難指示、避難勧告が出された。土砂災害については、土石流が2件、地滑りが1件、崖崩れが9件が発生。河川に関しては、山国川、水系山国川東山水系4河川で、氾濫危険水位を超えたほか、山水系3河川で、避難判断水位を、5水系5河川で、氾濫注意水位を超え、 各地で浸水被害等が発生した。台風の接近時刻と満潮時刻が重なったため、山口県の瀬戸内川では高潮による浸水被害が発生した。ライフライン関係において、関西、中国、四国、九州電力管内で、延べおよそ22万4750戸が停電した。他、上水道については、大分県及び、 宮崎県で269個が断水した。電気通信関係では、宮崎県で約100回線の電話が普通となったほか、宮崎県や大分県等で18局の携帯電話基地局が停破した。道路については、大分自動車道、国道220号、県管理道路等77の区間で通行規制が行われたほか、鉄道については、全国各路線で、 雨量規制等のために運休が発生し、JR 四国では全線が一時運休したほか、JR 九州では台風の接近が夕方のラッシュアワーと重なったことで乗客に影響が出て、その後 JR 九州も運休となった。公共土木施設では河川562箇所、海岸9箇所、砂防施設等52箇所道路521箇所、港湾5箇所、 公園1箇所に被害が生じた。また、農林水産関係では、農地4182箇所、農業用、施設1911箇所、林地後輩120箇所、地産施設12箇所、林道施設489箇所、森林被害19ヘクタール、漁港施設等9箇所が被害を受けた。文教施設でも、国立学校施設四校、 公立学校施設31校、社会教育、体育、文化施設等級施設、文化財等発見で被害が発生。社会福祉施設等では27施設が被害を受けた。適用日を8月2日として、宮崎県は日の影町に対して災害救助法を適用した。またこの災害について、2007年9月14日、閣議決定。 9月20日交付、施行の、平成19年8月2日から同月4日までの、間の暴風による災害についての激甚災害、及びこれに対し適用すべき、措置の指定に関する政令によって、激甚災害として指定し、農地等の災害復旧事業等に係る、補助の特別措置等を適用した。ありがとうございます。